今日は、内転筋を鍛えることによって、起こるメリットを説明していきます。内転筋を鍛えると、このように足がちょっと開いてしまっている横脚の状態も、改善していくことができます。はい、締めてください。はい、じゃあ力抜いて、はい、力入れて、内転筋を力入れるとこのように横脚だった足がまっすぐになり形がきれいになります。また、お尻にも力がグッと入るのでヒップアップにもつながります。次回から、内転筋の正しい鍛え方を説明していきます。